はい、こんな子を保護しました。なんか近所のマンホールちゃうわ、ドラム缶ちゃう、あれ何でした？溝です、溝に。溝やね、ちょっと こんな感じの。それで、まあ、その中にこの子が泣いてておったということで、まあ、保護されて、たまたまね、僕がちょっと今日4時で帰ってきたからよかったけど、近所の人らもう探しまくってたみたいで、僕を。それで、まあ、無事、うちでね、預かることにしました。まあ、明日大阪雨やから、おそらくね、発見されてなかったら多分死んでる子や思います。もう大雨、明日大雨。ねえ、大雨言ってるから、それでお腹えらい減ってる。どんな効果言うから。ちょっと抱っこします。行きます。まあ、たまたま逃げたらしいね、保護して。それで、逃げて、もう、騒いでたところに僕が帰ってきて、もうすぐに出てきよったんですよ、僕言ったら。まあ、なんか、僕の匂いで出てきたんかわからんけど、慣れてよかった、言うて、もうすぐ保護できてんやんね、僕が帰って。それで、まあ、見ることになった子。な。よかった、わかった、お腹すいて。まあ、こんな子ですね。またね、明日検査とか連れて行って、ね、また、募集、なんで、里親募集したいんで、よろしくお願いします。ね。この子。ね。見えるかな？ね。はい。ありがとうございます。はい。もう一回、これ、かわいすぎるから、もう一回撮ってます。おい、おいで。あれ？かわいかったのに、お前、おいで。おい、おい。おい。おいで。ちょっと寒いから、カイロとか入れるとこないかな。こんなんか。そうです。あのケースはもうないです。あ、ケースあったね。ね、あれに。そうやね、ケース入れたら待っとけ。その方がええわ。な、ね。まあおしっこをその上にしてええよ。ね。おいで。可愛かったね。さっき覗いてきたのに。おい。おい。あ、匂いするからかな。あ、ちゃうね。あのシート引いてたから。おいで。可愛い。むっちゃ懐っこいね。おいで。おい。かわいさアピールしとかなあかんの、お前。なあ。おい、おいで。むっちゃかわいいっすよ、この。ねえ。ねえ、かわいい。なあ。おいで、おいで。うん、よしよし。ほんとこう。なあ、かわいいですね。このぐらいそこか。なあ、またね。報告していきます。かわいいね、これね。ほら。ちょうどええ顔やわ。なあ。よしよし、ほら。よしよし。ちっちゃいね、だけど。久しぶりの子猫って感じやね。まあ、多分他にも置いてるんやろね、この子。ねえ。兄弟がね、まあ。この子はね、溝にはまって、あんなとこにもうね、出られへんから、もう大量の水が流れ込んできたら、もう絶対、ぶわー流されて、ねえ、発見され命や、もう、これは。なあ。かわいいな、お前。性格もこの子かわいいと思う。なあ、おとなしいな、お前。ねえ、明日検査行こうな。予約したからね。はい。